私は朝の朝食はいつも6時半から7時ごろにとります。お昼はここの会社では11時半から12時半の人と12時半から1時半の人とに分かれているので、その時間帯に毎週担当の時間の方でお昼を取ることになります。夜はだいたい6時半から8時半ごろの間に食べますが、もちろん残業で遅くなった日には9時から食べたりもしますし、そのまま食べて帰ることもあります。ミーティングの場合はお昼は12時ごろが一番最適です。夜はここの会社では6時半ごろから食事を挟んでのミーティングを行うのが、だいたいそのような時間で行っています。